まあ本日から、カプコンカップ本戦が、まあ先週からね LCQ は始まってましたけど、まあ本日から本戦が予選リーグが始まったというところで始まりましたね。ただまあ事前にね私有代があるという情報は出てまして、まあカプコンカップの現地でまあエドが触れるぞというアナウンスがあってですね、私も震えておりました。脅かされるんでね、私の全一の座が脅かされるというところで、ですがまさかのですよ、エド以外もちょびっとね、先っちょだけ、いやだから俺言ったやん、エドと同じタイミング、いやただこれに関してはまあ後々話すんですけど、まあエドと同じタイミングがやめてって言ったのはやっぱりエドが薄まるからさ、みんなそんなエドよりさ、アムネジアがどうなったのとかさ、ルークは中盤取れたみたいなさ、そうそれはあるんで、まあやっぱり一つに集中したいっていうのはあったんですけど、いやただこれ先に言っとくと、今で出てるやつは情報はみんな惑わされないで、俺は別にその今惑わされて配信を始めたわけじゃないから、これみんなに注意喚起で始めてる、惑わされないでっていう配信だから、これ惑わす右下の男は惑わされた男じゃありません、惑わされてるみんなを救う男です、似て非なるものなの、そこだけお間違いなくメシアです、みんなを救いに来た、救済しに来ました、みんな気が気じゃないと思うからで一応そのメシア情報を言っとくと、耳寄りメシア情報を言っとくと、これ過去にも実はあって、このケース、まあデジャブ感があってですね、これあったんですよ、スト5の時にあって、シーズン1からシーズン2にかけて、まあまさにこれ一緒、スト6と全く一緒の状況であって、シーズン1のカプコンカップの時に豪輝が触れ、いや豪輝触れたかな、まあ、とりあえずその現地で触れたんですよ、スト5がね。でその時に調整入ってました、今回と同じように、そうです、全く状況一緒で、ここでメシア情報ですけど、その調整は全く違う調整でした、だからあれは幻のその現地仕様、全然違った調整なので、あの調整はエドと同時に来る可能性はそんな高くないと思う。はい、成本さんありがとうございます。そうみんなね踊らされてる、俺はもう通ってるから、7年前にもう通ってるから、その道は。まず一つ考えてよ、1年調整で今出てる調整ってあまりに少なくない？あれが実装、あれの一部がとか、あれの方向性でっていうのはまあもちろんあるんだけど、あれがそのまま調整されたら足りなくね、味変としては少なすぎない？だからエドと同時に調整が入る可能性は俺は極めて低いと思う。まあもしくは入ったとしても、今出てる情報とは限らない、まあ俺の予想では入らないと思うけどね。うん、逆にがっつり入ってたら、調整今回のそのエドバージョンのやつでがっつり調整入ってたら同時に来るかなっていうあれはあるけど、今出てる感じだとあくまで私有、じゃあなんで私有で調整するの、いやその私有台での実際の現地の反応とかは見たいっていうのはあると思う。だからいわゆる昔で言うロケテみたいなことだよね、その生のリアルタイムの声を。で結構その場に来てる人って結構ガチ勢が多いんですよ、やっぱカプコンカップの本戦にやっぱ観戦に来てっていうと、まあもちろんその観客でねっていうのはあるけど、ある程度やっぱゲームを知っててとか興味がある人が来てるから。で実際君たちも今踊ってますからね、踊らされてますからね、カプコンに。だから君たちのあの今のその文字一文字一文字がカプコンに今届いてるから、まあだからある意味踊り損みたいなとこはある。じゃあ踊った方がいい、まあそうだね。いやでも、ね、実際見てると思うよ、
ああいう SNS の反応とか、まあ、それこそ現地の反応とか。いやだから、いやどうなんだろうな、まあ、何かしら発表は近々あるんじゃないかな。なんか今のスト6ってサプライズってあんまないんですよ、良くも悪くも。なんかその調整とかも結構さ、なんか急に入ったらびっくりしない？調整早く発表するとそれまで触らなくなっちゃう。そうだね。いやだから結構ね、それが絶妙なとこで、例えば2ヶ月後に調整、なんかゲームによっては結構早めに言ったりするんよ、何月にとかさ、1ヶ月後にとか2ヶ月後にとかって。ただまあそれまでのこう移行期間とか準備期間とかもあったり、なんかそのデメリットだけじゃないんですよね、その発表するのって。ただ2ヶ月とかは投げ、さすがに。そう、触んなくなります。2ヶ月後に入るなら今触んなくてもいいやって思う人が大半。それでなんか今のうちにね、魂、昔からジェイミー魂でしたっていうやつはまあ一部の変人だから、まあ普通の人はまあまあその2ヶ月後調整入るなら2ヶ月間は違うゲームやろうみたいになると。なんでまあエド、まあでも要約すると、今の出てる情報の調整だとあまりに少なすぎるから、それがなんかエドと同じタイミングでは入るとちょっと考えづらい。ただこのタイミングでなんかそういうちょっと調整を匂わす、まあ調整を匂わすって、まあ調整はみんなどっかで入るっていうのはもう確定してるというか分かってるからあれだけど、まあ とりあえずこのタイミングでそれが出てきてるっていうのが、まあそのテスト、まあ俺はテストが大半だと思う、9割方そのテストをやるっていうのがあれだと思うけど、実際ね、それでカポンカポン終わっても何も入らずに何のアナウンスもなしになったら、ちょっとユーザーがうんってなるから、まあ何かしらあるんじゃないかな。終わってからまあ1週間2週間とかした時に、なんかこうまあ数週間後入りますとかってなると、4月頭とかに来てもまあおかしくはないのかなという気もする、このタイミングで。なんかもともと号機と一緒とか、号機出てからちょっとしてくるのかなって思ってたけど、4月頭ぐらいに来たりしてもおかしくはないのか、今回のこのあれを見る。ちょうどね、4月、あーでもあれか、アクトが一応あるんだよ。まあただこれアクト途中で新キャラ出たりなんか調整入ったりしてるからあんま関係ないけどな、こうシーズンあんま関係ないよな、なんかシーズンの区切りでみたいな、もういい、なんかもうなくなってる今。カプコンカップ終わったら7時の中でエドと同時に入る説も。いやどうなんだろうな。あ、じゃあ今回出てるやつは本当に触り、いや実際さっきの話言うと、スト5の時はまあその全然違くて、今言ってるみんながわーわー言ってるやつとかも実際はなんか入ってなかったり全然違う仕様だったりしたし、でそれもなんかね、すぐには入らなかったように記憶してんだよな。カプコンカップ終わって数週間後だったとかの記憶が。なんでまあちょっとデジャブ感はあるから、その流れになるんじゃないかなとはちょっと思っております。先っちょば、いや とりあえず あれがそのまま来ることはないと思うけどね。え、というかいい、みんな、いやどう、その調整があれが来てほしい、足りなくて、まあその今出てる情報が全てじゃないからあれだけど、中途半端に、いや、むしろ1年に1回って言っとるからな。っていうか、あのアップデは9月ぐらいに来ていいアップデだから。今出てる情報ね。今出てる情報って、まあ本来なら9月ぐらいに来る調整。ごめん、アムネジアクソすぎた。ルーク10番ごめんって。判定でかすぎた、ごめんっつって。やる調整だから。回復量があったんだっけ？俺なんかそれ見たけどさ。もう俺もうびっくりしたんだけど、あなんか、あれでしょ？キャミーがなんか剣にコパンやって打撃を取られた時に回復量が増えてるぞっつって、うおーってなってて、なんかインディ、いや俺あれ見た瞬間に、え、変わってないんだけどって思ったんだけど、いやあれ前というかだから今と一緒なんだけど、ただなんかもうインディツとかにうおーみたいな、これでパリのリターンがーみたいな、うおーって書いてる人結構いて、誰一人これ前からじゃねって書いてなくて、みんな踊ってるって思いながら、もうだからもうみんななんか調整で何かが変わるという期待と希望が目をくらましてる、元からだから。パリを取った時はこう1ゲージ増える。
これ別にもともとなんだけど、みんなもうなんか分からんくなってる、何が正解かが。みんなも踊りすぎて、いやだ、みんなの調整入ったらね、いやなんかスト5の時そうだったんだけど、調整が先に来てパッチノートがね、数時間後とか翌日とかに来るのよ、パッチノート。あれこれ竜中足伸びてる、来たーみたいな、高足来たー、やっと中足、いやーこれ中足短いのやっぱ竜きついよなーっつって、やカプコもやっと分かってくれた、伸びた、これで変わるぞっつって、地上戦の厚み出るぞって言って、翌日見たらパッチノート見たら何にも書いてない、歩き早くね、あれ前歩き早くなった、なってません。だみんな何も分かってない、まあ、ちなみにそれ言って俺も言ってた、確かにコメント言われて、確かにちょっと伸びてるな、だ誰も分かってない、何も画面見てない、だからそう、みんなは自分の希望の情報を入れてるだけ、ルークのチャガチュー弱くなってほしいなーっていうその願いが曇らせてる目を、実はあれも弱くなってないかもしれない。というのもね、もう弱形で蹴ってたから、でもしかもなんか見てる動画の中ね、結構スカってたよ、そんな言うほど蹴れてなかったのよ。だからそのあれでシャガチュウが終わったとは思わない、例えばリーチ変わってなくて、これガードプラ1でラッシュからちゃんとこれカウンターにつながってとか、なんかそこら辺があれば別に強いから、多少暗い判定が仮に広がってたとしても、あの動画のレベルぐらいだったら、あのぶっ壊れ技がめちゃくちゃ強い技にナーフされたって感じでしかないから、今出てる情報だとね、あれだけだとその K で蹴ってたやつだけだったから、蹴れるどうよ別に、そのあの動画の感じぐらいだった、まあただねこの辺で蹴ってた、うん、この辺で蹴ってたから、この手の先に結構暗い判定は出てそう、あれは実際ねちょっと出てると、こう蹴れないから、うん、手の先に暗い判定は出てると、そう、ただ剣の足がヨガになってる可能性もゼロでは、伸びてる、まああれはでもさすがにルークのシャガチューだと思うって言ってる、今の話が全く何も変わってないっていう、あのホラーあるからね。